こんにちは、青柳ひとこです。今日もひとことチャンネルご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではお金に関する配信をしておりますので、よかったらチャンネル登録してください。今日はですね、お金がたまらない人の特徴という話をしていきたいと思うんですが、私のところにもですね、年間何百人とお金の相談に来るんですね。で、お金がたまらないんですと言っている方にはですね、共通した、まあ、一つの特徴があるんです。それは無駄遣いをしていないのになぜかお金がたまらないんですと皆さんおっしゃるんですね。まあ、そうだと思います。なぜならほとんどの人はですね、このお金無駄だなと思って使ってるわけではないんですよね。必要だと思って買ってるけど、それが無駄遣いになっちゃうということなんですよ。なので無駄遣いをしてないけどお金がたまらないという人はですね、無駄ではないけれども必要じゃないものを買ってないかなと考えてみてください。またこういう方もいらっしゃいます。高い買い物をしていないのにお金がたまらないんですという方ですね。これは高いものは買ってないけど安いものをたくさん買ってるわけですね。いわゆる安物買いの銭失いというやつです。これも無駄ではないけど必要じゃないものを買ってないかなと考えてみてください。まあ、多くの人はですね、初任給の頃は少ないお金で生活をしていたけれども、徐々に収入が上がっていくにつれて支出も徐々に上がっていくものなんですね。だからしょうがないんです。無駄だと思ってないけど必要じゃないものをおそらくあなたも買ってます。お金が貯まっていないならそこをしっかりと見極めていかないといけないということなんですね。で、これをですね、見極めていくと、つまり必要じゃないけど、無駄じゃないけど必要じゃないなっていうものを見極めていくと、それは、まあ、買っても買わなくてもよかったなっていうものになってくるわけですよ。必要じゃなかったなっていうものですね。で、その必要じゃなかったなっていうものを買うのをやめると、意外とお金が手元に残ったりします。それをですね、私はあなたの埋蔵金と言ってるんですね。つまり、使ってもいいし使わなくてもよかったお金であれば使わなくてもよかったでしょうっていうことなんですよ。それを貯めていけば自然とお金が貯まるわけですから、それこそがあなたが持っている資産、あなたが持っている埋蔵金なんですね。ぜひあなたもこれを見つけてください。まあ、どこに眠っているかはですね、ご自身で掘ってみないとね、わかりませんから、ぜひ今日からね、今日の生活の中から埋蔵金を見つけようと思って生活をしてみると、その無駄遣いを見つけるという作業もですね、ちょっと楽しくなるかもしれませんよ。ぜひやってみてください。今日はここで終わりにします。ありがとうございました。またお会いしましょう。